下川チャンネル。はい、こんにちは、下川チャンネルの川です。ということで本日はこちら、今回はヤフオクにて購入しました新段オリジナルパック一つ500円のオリパを購入してまいりました。で、今回のオリパの内容が最新段でもおなじみ AB 山式オリパ作成いたしました。どういうことでしょう。下に書いてますね、こちら1パック5枚入り、1部6枚入り、 A 山300パックがなくなり次第終了、9パックまで同梱可能ということでね、今回限度の9パックまで購入しております。 A 山がベリーレア以上確定、 B 山が SR 以上確定。なるほど。ということは2分の1で SR が必ず出てくるというオリパですね。なるほど、私も今理解いたしました。ということでね、本日はこちらを9パック4500円分購入してまいりました。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。ということで1パック目、まあでもね、2分の1で SR が出ると言ってもビックリーノだったりね、ど真ん中太郎、あれはねもうほんと100円200円台までね値段が落ちてますので厳しいところですが、これこっちからいきましょうか、裏側なんで。なるほどね、スプモーにクイックスパーク、ラクオクラ、トキオエイトでも活躍したなこの辺。ということでスリーブ、多分これがベリーレアかスーパーレアなのでしょう。OZ! いいですね。早速これ B 山ってことかな？ SR 以上だったのかな？ありがとうございます。こちら、きらめく聖戦 Z。新能力ね、さばき Z が搭載されたメタリカですね。まあ、これもね、何か面白いコンボだったり、出てきそうですよね、今後。要注目のカードですね。ということで、2パック目いきましょう。裏返しで、こちら。モモンドコールウィングアイマック。これ強かったな。で、レラージェス。特急エイトをやるとね、この辺のノーマルカードにも愛着は湧きますよね。おー、ブレイズクロー。なるほど。UGC 枠。ブレイズクローか。まあ仕方ない。5000GT とか欲しかったですけどね。レジェンドドギラゴンとか。ということで。まあでも今のところ順調にベリーレアは出ずに来てますね。そして、ノマル。ミサイル JZ。これ555ブランドとかなり相性いいですよね。で、デンジャラストラップ。そして、スリーブ入りは、こちら。おー、レジェドギの UGC。ありがとうございます。これは当たりでしょう。ありがとうございます。いや、いいですね。ワンボックスとね、同等ですからね。9パック4500円分。でも UGC はね、2枚出てくるという、ちょっとお得ですよね。ありがたい。ということで、続いて4パック目。そろそろ外れるんじゃないか。ベリーレアみたいな。でもまた1枚だな。で、はいはいはい。スリーブ枠は、こちら。おー、キングザスロットの祝。マジか、ありがとうございます。え、めちゃくちゃ強くないですか、このリパ。マジか、ヤフオクとかってね、ちょっと怪しいなと思ってたんですけど、想像以上にいいですね、こちら。ありがとうございます。キングザスロット当たりました。これもね、もう私もジョーカーズに3枚入れてね、使ってるんですけど。いや、強い。ジョットガンジュラゴンから出した時に強いですね。このキングザスロットンでね、出したカードね、そのターン相手を攻撃できるという、そこが強いですよね。打点が増える。ということで5パック目がこちら。あ、ブレイズクロー。すごい。UGC3 枚目。すごいね。まあまあ、でもブレイズクローか。せめてアルカディアスパークが欲しかったな。かっこいいですよね。似合いますよね。ということで続いて6パック目いきましょう。では、まあ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 、ノーマル枠はこんなもんでしょう。で、なんかこれ2枚入ってる。おー、あ、これベリーレア枠か。ストーカーとトランキーとアイオブザタイガーのツインパクト。なるほどね。こちらがじゃあベリー枠ですね。なるほど。入れておきましょう。ということで、続いて7パック目いきましょう。いや、このオリパいいな。6分の1しかまだ外れてないってことでしょう。すごいな。そしてスキャットハンド。はい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 。ブレイズクローは当たりかどうかっていうとね、ちょっと怪しいですけど。まあ、それでもね、UGC が出てるということで、ありがたい。マジか。ガルザークのマルヒ2、全然いいじゃないですか。大丈夫かこれ、再三合うのか、ガルザークまで出るって。マジで？今のところだって、普通に当たりのスーパーレア2枚と UGC3 枚。で、ガルザーク。これでもう555ブランド出たらね、もうボックス買う必要ないですよ。もうここのオリパだけ買ってればいいってことですからね。ということで、多分これ2枚は、はいはいはい、トランキーとマグマ地獄。で、下が地獄スクラッパーですね。まあ、外れ枠。ということで、続いて、あ、もうラストですね。そっか。いつもみたいにキリのいい10パックとかじゃないんでね、9パックで終わりですけど、まあ、ヤフオクの個数制限が9個なので仕方ない。ウィングアイマック、まあまあこの辺はね、そんなもんでしょう。ということでラスト、これ多分1枚なんで当たりでしょう。ラスト9パック目はこちら。あー、ど真ん中太郎。まあ、今後ね、使い道が出てくるかもしれないので、ど真ん中太郎いいでしょう。はい、ということで今回はヤフオクにて購入しました一つ500円のオリパ4500円分開封した結果こちらとなりました。これかなりいいオリパだったんじゃないですか。9パック買ってね、7パックは UGC、SR 以上だったので、かなりいいオリパだったんではないでしょうか。まあ555ブランドがね、出てない分ワンボックスと比べるとちょっと寂しいですけど、まあそれでもね、全然いいと思います。
だってこれ2回に1回は SR 出るっていうことなんで、1000円使えば絶対に診断の SR 以上が出るんですよ。こういうキングザスロットンだったり、 Z だったり、ガリザークだったり、レジェドギだったりちゃんと出てきましたのでね、これはちょっと想像をはるかに超えたいいオリパでしたね。皆さんもね、ヤフオクなのでどこの地域の方も買えますので、ぜひとも皆さんお試しあれ。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。